前回のモノクラ、修繕の演茶本を持つ師匠見つけ、とうとう修繕の演茶本をゲットする。そして拠点をもっと拠点らしく見せるために、拠点に道路を建築するのであった。道路を作った後は街灯も作り、ちょっとは拠点らしくなったのであった。皆さん、こんにちは。当動画をご覧いただきありがとうございます。また、動画へのコメント、アドバイスいつもありがとうございます。さて、今回は、高架式の線路を作りたいと思います。おいおい、また唐突だなぁと思われたかもしれません。実は、この後ゴーレムトラップを作りたいのですが、スポーンチャンク内に作りたいと思います。そうすれば、自分がどこにいようとトラップが動きます。鉄をゲットし放題です。自分と村人移動用に、高架式の線路を作りたいと思った次第であります。では、早速線路作りに取り掛かります。と言いたいところですが、その前にやりたい作業があります。今、カチカチと聞こえますね。これは、目の前の装置で使っているクロック回路の音です。これを改良して、カチカチならないようにします。あ、ちなみにこの装置は自動鶏肉製造機です。ディスペンサーから常に卵を発射させるのにクロック回路を使用してます。コンパレーターを使えば、ディスペンサーの中にアイテムがある時だけ卵を発射させることができます。これは、視聴者さんにアドバイスいただきました。アドバイスいただきありがとうございます。コンパレーターの向きが重要です。2本のトーチがある方をディスペンサー側に向けます。こうすると、ディスペンサーの中身の量に応じて、信号が出るようです。そしてコンパレーターの前にリピーターを置いて信号を増幅させ、ディスペンサーに信号が伝わるようにします。そして、こっちと反対側にクロック回路を組みます。こんな感じです。これで、ディスペンサーの中に卵がある時だけ発射されるはずです。試しに、ディスペンサーに卵を入れてみます。なぜか、この小麦収穫畑のチェストに、卵がそこそこ溜まっています。あれかな？鶏が線路の上にいるのかな？そんなわけないか？まあいいか。テストしてみます。おお、バッチシですね。卵を発射し終わったのか、回路が動いていません。うまくいきました。あとは、上のガラスの部分に鶏を入れるかな。こんな感じで卵を投げまくるの、一度やってみたかったんだよな。あ、やばい、煙茶付きの斧を投げ入れてしまった。まあ、後で取るか。実は前回、雷が見事にここにヒットしてしまい、鶏が全滅してしまいました。あら、一匹逃げてしまった。あとはちゃんと上を閉じないとまた雷で全滅してしまう。よかった、煙茶付きの斧がちゃんとチェストに入ってた。この装置の後ろの方、もっと整理できるかな。後ろの方のいらないところを整理しました。前は街灯の前まであったからだいぶコンパクトになったなぁ。さて、前置きが長くてすいません。っていうか長すぎですね。それでは高架式の線路を作っていきます。拠点からスポーン地点付近に線路を伸ばすわけですが、スポーン地点はどのような場所だったか。モノクラの1回目では放送したのですが、懐かしくなったので、一度行ってみたいと思います。松明のところにボーナスチェストがありました。確か、ここら辺がスポーン地点だったはず。今お見せしているのは、モノクラ1回目です。ちょうどワールド生成のところです。やっぱそうだね。ボーナスチェストの近くがスポーン地点だ。
じゃあ、拠点からここら辺に線路を引いてくるかな。それでは、高架式線路を作ってくけど、線路といえば駅がないと寂しいので、土があるあたりにミニ駅を作っていきます。ちなみに、ここは私の自宅のすぐ後ろです。自宅が駅地下物件に早変わり。じゃん、こんな感じに作ってみました。イメージとしては、ローカル線の駅です。なかなかイメージが伝わりづらいと思いますが、私自身、こんな感じのローカル線の駅が好きなんですよね。では、ここから線路を引っ張っていきます。ちょっとだけ拠点のエリアを広げるかな。夜になっても作業してたら、ウィッチが湧いていました。あいつです。ポーションを食らってしまったものの、倒しました。でも、どこから湧いたんだろう。さて、線路建築ですが、拠点のエリアを広げ、着々と進行中です。高架式で作るので、こんな感じで途中から高くしています。さっきっからうるさいのは、あのチビゾンビです。ここから、スポーン地点まで線路を引いていくけど、結構距離あるよなぁ。パワードレールを置くところは、こんな感じで装飾してみました。ご覧の通り、下に柱を立てて、高架って感じの雰囲気を出しています。結局、先にレンガを置いていき、後からレールを置いていくことにしました。まだ途中だけど、ここから見ると高架感が出てるなぁ。と自画自賛してみたりします。まだまだ先は長いけど、頑張っていくか。ちょっとはおしゃれにしたいから、高架式を選んだんだけど、高架式にすれば、モブが線路に侵入しないというメリットもあるのかも。拠点からスポーン地点へはなかなかの距離で、材料が足らなくなるので途中で採掘しながらやってました。じゃん。とりあえず、線路の土台だけ拠点からスポーン地点まで作りました。おっさんが土台作りをしてるのを見てもつまらないと思うので、そこは大幅にカットしています。あとは、線路を敷き詰めて終わりか。線路はポンポン置いていけばいいから楽そうだ。あともう一息。じゃん。作業完了です。この動画からじゃ伝わらないと思うけど、なかなか地味にきつかった。拠点に戻って、トロッコを走らせてみるかな。ちなみにここから先は、次回にゴーレムトラップを作るので、その時に整備します。じゃあ、出発。おお、なんかすげえ。ビッグサンダーマウンテンに乗ってる気分。なんか、こうしてトロッコで移動していると、充実感があるなぁ。お、終点が見えてきたぞー。到着。これで移動がかなり楽になるなぁ。しつこいようだけど、ここから見ると高架感が出てるなぁと、もう一度自画自賛しておきます。いかがでしたでしょうか。次回は、この辺りにゴーレムトラップを作ります。鉄って手に入りやすいようで、そこまで手に入りやすくないから、鉄不足になりやすいんですよね。それでは今回はここまで。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。